夏の青空の下、ついにこの日を迎えました。新たに開かれました中学生のサッカー大会、ニューヒーローリーグの最終戦、南葛中対富良野中。南葛中は先頃行われました全国中学生サッカー大会を3年連続で優勝した強豪中の強豪。南葛のキャプテン大空翼くんは全国大会で負った怪我も癒え万全の状態。対する富良野中も全国大会では南葛に敗れはしたもののベスト4へ進出した強豪校。イレブンのほとんどが小学校の時から同じチームで、キャプテンの松山くんを中心としたその団結力は全国トップと言っても過言ではありません。さらに富良野中は新しい戦力として加わった1年生が躍動。ここまでの快進撃の原動力となっています。ここまで両中学とも全勝で迎える最終戦、エキシビションではありますが、勝利チームがリーグの勝ち点トップとなるため、事実上のリーグ決勝戦と言えるでしょう。さあ、間もなく試合開始のホイッスルです。翼、今日は今回こそは必ず俺たちが勝つ。そうはいかないよ、松山君。勝つのは俺たちさ。そうだぜ。あの準決勝とは違って、今の翼は怪我も治って体調も万全なんだからな。ああ、あの時より手強くなってるんだろうな。けどそれは俺たちも同じだ。俺たち富良野のサッカーはこのリーグ戦を通して大きく強く成長したんだ。その全てをぶつけてお前たち南葛を倒す。君のこれまでの活躍しっかり見せてもらったよ。エキシビションとはいえ、このリーグ戦が開かれたからこそ君とこうして戦えるんだ。すごく嬉しいよ。今日は思い切り勝負をしよう。その傲慢なまでの自信、まさに俺が求めていたライバルだ。楽しみにしているよ。
のマッチが足元松井力なら荒鷲のようなドリブル来すぎてボールを狙うも届かない。必殺のシュートでドライブシュートだ。森崎君このシュートに反応している。キーパー反応するも勝利はいただく。激しいタックル山本君素早く横にかわす。ドリブルでボールを運ぶ。ここからセンタリング小田君クロスに合わせに行く。これはキャッチできない。小田君高い球に合わせる。金田君ゴール前に上げた。ぶつかっていった。松田君左へパスドリブルで突破。金田君クロスを上げた。余裕ここで激突。空中でぶつかり合う。高杉君この大一番を制する。行け松田君ここは抜かせません。山野君素早く横にかわす。よしのようなドリブル痛ましい突破だ。あとドリブルを見送る。ここで大きくサイドチェンジ。松田君シュートを放った。ここでチャンスを制します。ここで止めたパスを出します。松山君荒鷲のようなドリブルゴール前に上げた。両者激しく激突。空高くで火花を散らす。翼くんこの対決をものにした。あっと奪い返した。かわして振り切った。止められない。おっと小田くんパスできました。高杉くん逃げ回します。小田さん勇ましい突破だ。岩見くんボールを奪うことができません。クロスに合わせていく。さあボールと真っ向勝負。キーパーをものともせずゴール。まだまだ決める。決めました。それ体ごとぶつかっていった。もらった。荒わしのようなドリブル。早くも前半の半分が経過しましたが試合の行方はまだまだ分かりません。荒わしのようなドリブル。フラノチーム全員でゴールを目指す。ベルトイーグルショット。力を込めて強烈なシュート。これをトラップ。体ごとぶつかっていった。山村君一発のシュートでゴールを狙う。森崎君これはキャッチできない。若松君ここは抜かせません。そこクロスに合わせに行く。森崎君ダイビングキャッチ。パントキックどこまで運べるか。このパスは通らない。いけ若松くんここからチャンスを作れるか。このタックルは空振りになります。かわして振り切った。ここからセンタリング。クロスに合わせに行く。なんとかボールに食らいつく。森崎くんダイビングキャッチ。パントキックどこまで運べるか。このパスをカットします。本田くん素早く横にかわす。それ松山君勇ましい突破だ。松山君クロスを上げた。センタリングに合わせる。これはキーパー動けない。まさに必殺。よしこれだ。なんとかボールに食らいつく。やった。それそれもらったぜ。素早くつなぎます。ワンタッチで送る。勇ましい突破だ。荒鷲のようなドリブル。必殺のシュートでドライブシュートだ。
このシュートに反応している。キーパー反応するも決まった。ロングボールを送る長野くん。このボールをコントロール、パスを回す長野くん。激しいタックル。松山くん勇ましい突破だ。嵐のようなドリブル。勇ましい突破だ。はさあ前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたところ。嵐のようなドリブル。南葛早くこの球児を出したいところ。嵐のようなドリブル。勇ましい突破だ。ここからセンタリング。小田くんセンタリングに合わせる。中里くん。フラノ前半を終えて大量リード。しかしまだ油断は禁物でしょう。キックオフで後半スタート。ロングボールを送る小田くん。ここは抜かせません。フラノチーム全員でゴールを目指す。スペミの攻撃だ。必殺のシュートを放った。あ、防いだ。パントキック。どこまで運べるか。このパスは通らない。もらった。勇ましい突破だ。嵐のようなドリブル。くれイーグルショットだ。強烈なシュート。これは反応しているぞ。森崎くんボールはまだ生きている。パスを受けた松山拓くん。ゴール前に上げた。これは一騎打ちだ。空中での激突だ。これは両者互角だ。それここはパスを出した。チャージが決まった。ボールがタッチを割りました。なんかつここでスローインを得ました。あとロングスロー。このパスは通らない。小田くん横にかわして。フラノこの作戦指示が功を奏するか。小田くんゴール前に上げた。このセンタリングをものにできるか。ここでボールを受けた。若松くん横にかわして突破。ここからセンタリング。森崎くんボールはまだ生きている。さあこの位置で受けた。松山くんセンタリングを上げた。これは一騎打ちだ。空中でぶつかり合う。高杉くんこの対決をものにした。南葛ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。ボールがタッチを割りました。スローインでのリスタート。決まった。小田くん素早く横にかわす。センタリングを上げた。ここでチャンスを潰します。高杉くんここはクリアだ。松田くんここは抜かせません。横をすり抜けた。止められない。若松くんゴール前に上げた。このセンタリングをものにできるか。パスを回す。チャージが決まった。さあゴール前です。山室くんクロスを上げた。ここでチャンスを潰します。そらそら若松くんここは抜かせません。若松くんロングパスだ。小田くん素早く横にかわす。シュートまで持ち込めるか。このスルーパスは通るか。金田くんゴール前に持ち込んだ。これはタッチを割ります。南葛この位置からのスローイン。はっチャンスが決まった。かわして振り切った。決まらない。さあゴール前です。南葛ボールを奪うことができず同点一方です。このボールに辛うじて反応。ゴールは奪わせません。
フラノ、これは戦い方を変えてきたようです。パントキックで大きく蹴り出した。ドラタ君、激しいタックル。ドリブルでボールを運ぶ。ソラ、小田君、横にかわして突破。小田君、クロスを上げた。セーファルムに合わせる。ゴール上に突き決まった。このパスをトラップ。ここはパスを回せ。チャージが止まった。松山君、勇ましい突破だ。フラノ、チーム全員でゴールを目指す。捨て身の攻撃だ。松山君、荒鷲のようなドリブル。ゴール前に上げた。中里君、ワンタッチで送る。体ごとぶつかっていった。ドリブルで突破。石崎君、ボールを狙いも届かない。若松君、ゴール前に上げた。これは一騎打ちだ。空中でぶつかり合う。両者もつれるようになった。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って走ります。このクロスは通るか。このテータリングをものにできるか。森崎君、横に飛んだ。キーパー見たか。ものすごいシュートを決めてきた。素早く横にかわす。中段次にかわしていく。小田君、ここからチャンスを作れるか。力を込めて強烈なシュート。このシュートを体で止めるつもりだ。ブロックを突き破りゴールへ。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。ニューヒーローリーグ全勝を成し遂げたのは北海道の富良野中だ。負けたのか。嘘だろ。俺たちが勝った。勝ったぞみんな。キャプテン、俺たち本当にやりましたよ。なあ、夢じゃないんだよな。これ夢じゃないんだよな。夢なんかじゃないさ。勝った。あれだけの学校に全部勝ったんだ。泣くなよ。俺も泣いちゃうだろう。なんなんだよそのノリは。こんな時なのに本当にお前はマイペースだな。みんな聞いてくれ。どうしたんですキャプテン。俺さ、小学生の時から今までキャプテンとしてみんなを引っ張ってきたつもりだったけど、実はみんながキャプテンの俺を後押ししてくれていたんだよな。だから俺は今まで頑張ってこられたんだ。キャプテン、今まで本当にありがとうな。みんなは最高のチームメイトで、俺たちは最高のチームだったぜ。
キャプテン。松山君。翼、どうした？いや、その実は俺、全国大会3連覇を成し遂げた時、もう日本に敵はいない、あとはブラジルに行ってプロになるだけだ、そう思っていたんだ。でも今日、君たちのサッカーを見て、自分がおごっていたことに気づかされた。富良野中のすごい団結力と粘り、松山君をはじめチームのみんなでものすごい努力を重ねてきたんだよね。俺はその努力を怠っていた。心のどこかでどんなに追い込まれてもきっと最後には勝てるって思い込んでいたんだ。翼、ありがとう松山君。君たちのおかげで俺は自分の甘さに気づいたよ。大好きなサッカーでは誰にも負けたくない。だから慢心しないで、これからは常に努力を続けていくよ。おめでとう松山君。富良野中は最高のチームだよ。翼、彼とぶつかった時の衝撃、あれは今まで経験がないくらいすごかった。彼はまさか日向君レベル、いや学年を考えればそれ以上なのか。でも残念だよ、君と初めて会ったのが日本で最後の試合だなんて。君ともっと早く出会えていれば、俺はきっともっと。国際大会の代表選考を兼ねたエキシビションのリーグ戦、ニューヒーローリーグ、今閉幕です。大会の MVP は富良野中の新1年生の彼です。彼は大会の得点王も獲得しており、なんと2冠を達成。このリーグで彗星のごとく現れた新星、まさにニューヒーローです。そしてニューヒーローリーグを通じた優秀選手21名も発表され、富良野中からは松山君と新1年生の彼が選ばれました。彼ら21名は日本代表として来月行われる国際大会に参加するため渡米することになります。日本サッカー黄金世代の彼らが世界とどう戦うか注目しましょう。